今日の洗濯天気予報をお伝えします。今日は外干しできるところあるのでしょうか、確認していきましょう。この先の予想、天気分布の予想で見ていきます。オレンジ色が晴れのエリアなのですが、この晴れのエリアも徐々に少なくなっていきそうです。西日本、東日本は南岸低気圧の影響で雨や雪の降り出してくるところが広がっていきます。で、北海道も低気圧の影響で雪が降るところが多くなりますので、こちらの方も洗濯物の外干しは厳しそうです。比較的穏やかな空となりそうなのが、雲は多くはなってくるのですが、東北エリアということになりそうで、この東北エリアでは外干しできるところがありそうです。では洗濯の情報をマップでも見ていきます。今日は雨や雪が降り出してくるということで、西日本、東日本なのではこの時間帯まだ大丈夫でも、この後は NG のところが多くなっています。すぐに降り出してきそうです。午前中のうちから降り出してくるところも多いですので、部屋干しの方がいいかもしれません。一方、東北でしたり新潟、こちらでは外干しできるところが多くなります。日差しをぜひ有効にご活用ください。お天気アプリウェザーニュースの方では、お洗濯情報を確認することができます。1時間ごとに確認することもできますので、ぜひ皆さんこちらもお使いになってください。